さて、これからのことだが。ナルト。少し、考える時間をくれってばよ。お前は、今どこにいて。あのマダラってやつが言ったことが本当ならサスケ。お前は。お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ。うちはイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だ。なのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。戦闘開始。魔導士は俺に戦う気はない。お前になくても俺にはある。絶対に逃がさねえってばよイタチ。思い通りにことが運べばいいのはな。俺と戦っても無駄だ。勝負あり。よし、サスケ、もうすぐだってばよ。やるようになった。言っただろ、お前を捕まえればサスケを。だが、現実。先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。なんだ、なんでサスケがそんなことするわけないだろ。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも、サスケと木の葉を天秤にかけられるのか。木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。あん時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト。ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。
さくらちゃん、それにサイたちも、なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今、さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケくんのことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも、私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの。私はただサスケくんからあんたに乗り換えただけじゃない。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は、もし仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん、これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。あ、なんだ。これからすぐにサスケくんを探す。協力して。第2章、終結の第7版。さくらちゃん、一体どうしたんだよ。サイ、お前さっきさくらちゃんと一緒に。分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。ここに来る前、木ノ葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケを木ノ葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもり。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得したのか。さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにそんなこと。サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木ノ葉の忍びたちは
暁に加担するサスケを容認できなくなった。さくらはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。さくらはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ、サスケは絶対俺が連れて帰る、一生の約束だってばよ。あの時の、それでも君はサスケを助けたいと言った。だから君に本当のことを言うのは、実はさくらに口止めされてたんだ。自分が伝えるって言ってね。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。ここからは僕の想像ですが、おそらくさくら一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ、さくらちゃんが、そんなこと、さくらちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。その方法が大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト、このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。ここにいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか全て話す。